今日はですね、放射能除去の実験です。まずここにこのあるのがこれ、放射性ウラン235の、鉱石です。ここにガイガーカウンターがありまして今、完全に振り切れてますので、レンジは、1レンジなので、これちょっと古いんでレントゲンとかで出ちゃうんで、1レントゲンは 8.7 ミリグレイなので1グレイは、1ミリシーベルトと一緒なので1グレイは1シーベルトですね。なので 8.7 9、9、5、4、15、45ミリシーベルト毎時ですか。ここにこっちここ今このこの赤ちゃん用の泡を出すあの石鹸、赤ちゃんソープの石鹸でなんですけども、そこの中にそれは空で、そこの中に普通のこれ洋物の洗剤な顔してますけど、一番ごく安くどこでもそこら辺で売っているこれブランドジョイやつです。ジョイをここに、入れまして、普通の水道水を入れてちょっと薄め、10倍ぐらいで薄めました。でそれをそこの中に、ちょ家庭の中丸見えだなこれ、たまちゃんから譲ってもらったナノ銀、ごめんナノ銀の水溶液です。銀イオンの水溶液、これを、この洗剤の分量と約同量入れました。それでシュパシュパシュパッとやりまして、ここにビニール袋に泡を立てました。泡というのは私の理論上、六角形でできてまして、その六角形の中心に意識の働きを、増強する、理論がございます。でそれをここの放射性物質ウラン235間にこう入れます。するとピューッとこうできます。こうちょっと遠くしてこう離します。離すと今振り切れてます。でこれをちょっともう一回こう針映るかな、ここにこう入れます。こう置きます、間に置きます。置くとピューッと下がります。半分以下になります。40ミリシーベルトが、まあ、20ミリシーベルトになってるというわけです。まあ、要するに、何が言いたいかというと、ナノ銀と、六角形の構造を、合わせれば、放射性粘は、除去できると。まあ、体内被曝で中に入ってしまった物質を取り出すっていうのとはまた別ですけれども、少なくともこの泡に包まれたまま生きておれば放射能は全く関係ないと、そんな結果が出ております。そういう実験でした。ビュン、あ、もう一回これやっちゃう。これ今ここにありますね。これをここにポンと置きます。ビュー下がります。そういうことです。